ダセロです、ね、この、チタンと、まあ、一般的な、この鉄の、ものとね、重量がどのくらい違うのかを測ってみたいと思います。まずは、4本、アッパーロッド、鉄製のアッパーロッド4本を測ってみたいと思います。そうするとね、11.25g、うん、です。そしてね、チタンの4本ね、測ってみたいと思います。そうするとちょうど 10g、ということは、まあ、チタンに比べ、チタンと比べると、まあ 1.25g、軽いということになります。ボギーだけじゃなくて、こちらは、ね、あのチタンの方がね、強度もはるかに強いということで、こちらもあの鉄製のものと比べるとね、これはかなり期待できるんじゃないかと思います。それと 5.8mm ハードウォールね、軽いやつです。これがどのくらいの重量感なのか測ってみたいと思います、5.8mm ハードウォール5個を測ってみました。ちょうど1メモリの半分ですので 1.25g ですね。で、標準で過ぎてくる、このハードボール、この5個を測ってみたいと思います。鉄製のハードボールが5個で、2.5g です、ということは、1.25g チタンの方が軽いってことなんですね。あ、チタンじゃない、この 5.8mm ハードボールの方が軽いってことになります。あ、はい、ヤスケです。アルテマにね、あのチタンアジャストロッドアッパーを、4本と取り付けたところです。ちょっとあの動きを見てみたいと思います。非常に、素直に動きます。こっちも、こっちも非常に素直に動きますね。で、まあ、あの見た感じ、コースが上がっていい走りをすると思います。まあ、前のね、こういう右と左の動きがね、同じように動くか、見ているところで、ですね、よろしいんじゃないんでしょうか。後ろは、後ろはね、こんな感じで、こんな感じでよろしいんじゃないでしょうか。ああ、はい、助けろです。いかがでしたかね。まあ、あれからちょっとあのダンパー取り付けてみたんですよね。で、まあ、あのサスの動きを見てたんですけど、まあ、よろしいんじゃないでしょうか。スプリングは、ブラックに戻しました。というのも、ワンスホビーさんのところで、まあ、ゴールドでも良かったんだけど、もうちょっとサスが、しなやかに動いてくれたらなと思って、いたところなんで、ブラックに戻してまた車高調整し直して、走らせてみたいと思います。今回は、これで、終了します。安室でした。さようなら。